日本で一番歴史の長い政党です。ね、で元々はそのロシア、ソ連と連携してやってきたけれども、1960年ぐらいからたもとを分かって、で独自路線に走り始めたわけですね。それってピークの時はかなり議席持ってたんだけど、もう今に20議席多くですよ、ね。どんどん高齢化していって、それはもう今さ、でまだ今頃ですね、共産主義って言ってもそれは日本人は響きませんよ。ね、最初の頃はね、天皇打倒とかを掲げながらですね、一生懸命あの皇室や天皇陛下いらないんだということを小腹に叫んで当然拡大してたんですね。でももう今それが合わない。でこれから共産党どこに行くのか僕も分かりません。なかなかもう伸びる目はないんじゃないですか、共産主義で。でそれでね、リベラルで、でそういうなんていうかな、政府に対して自民党に対してすごく厳しくて、で若者受け皿になってるのが令和新選組ですよ。ですよね。でさらに、まあ、よくわかんないのが NHK 党ですね。NHK をぶっ壊してくれればいいんですけど、それ以外のことをいろいろやってるので、何がしたいのか最近僕もよくわかりません。ね、別に僕ら一切攻撃もしてませんでしたけど、だって NHK のね、僕そこ、あれおかしいと思ってますから。だからそこに関して、制度改革ってあればいいことだなと思ってましたけど、なぜかですね、NHK だけじゃなくて賛成党まで攻撃してくるからですね。はい。それ意味がわからないと思っているというところです。まあ大体こんな感じですよ。日本の政党って。こういうことをみんながちゃんと分かってるかということです。ね、こういうことが皆さんが基礎教養としてあって、初めて自分はどこの政党と親和性があるかな、ね。どこの政党だったら、ね、自分たちの一票を預けてもいいかなというようなことを、みんなが今僕がさらっと話した感じで理解してないといけないんですよ。こういうことを本来教えるのは学校教育です。で外国だったら、今僕が話したぐらいのことはですね、もう中学生ぐらいで教えてますので、そういった中で各政党のね主義主張を理解し、そして学校の中でディベートするわけですよ。自分はどこの政党がいいと。